キッピン山のラボとっておきつよしくん情報有馬富士公園の驚き発見いっぱいの自然情報やキッピン山のラボでできるとっておきの体験情報をお届けする番組です今日はキッピン山のラボからコミュニケーターの奥井さんお越しくださってますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします ちょっと肌寒くなってきましてそうです、ね、秋もぐっと深くなってきましたね、はい、公園はどんな様子かそのあたりからご紹介いただきましょうかはい、えー。有馬富士公園だんだん秋の気配がいろいろなところで感じられるようになってきました、うんはい、特にえっやっぱりいろんな木の実が実ってきてそうですねはいろんなところに赤色だったり青色だったりいろ、えー、んな木の実が こうたわわに実っているのを見ると、秋だなと感じます。文字通り実りの秋ですね。はい、例えばどんなものがあるでしょうね。はい、やっぱり鳥さんがいろいろご存知なんですけど。うん、そうでしょうね。はい、よく見つけますね。うんうん、うちのあの缶の周りによくありますのが、秋組。という。秋組。はい。はい、秋の組ですね。秋組小さくて。 1センチぐらいですかね直径が1センチぐらいのコロコロっとした丸い赤い実が、はいえー、初めは黄色かったり緑色<ー>緑色だったりするのがどん,どん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 オレンジ色になって赤くなってでまん丸とプクッと真っ赤になったら、えー、もう鳥がほとんど持ち去ってしまう <laughs> 食べ頃をよくね分かってるんですね。で、はいまあ、でも見つけけてほしいいののこれだけの赤い とということですよね鳥さんが運んでいってそしてそこに種が入って体を通してまた違う場所にという、はい、面白いですねこの仕組み小学校ぐらいの時に聞いた時によくできてるな<ー> <laughs> と思いましたね先生から教わって。とですか小さな本当に今持ってきてくださってるんですけども、はい、薄緑のところもあるしもう黄色の時期は終わって。 で、ちょっと色づいてきて、で、今ほんのり赤いんですけども、あの。おりんごで言ったら、まだちょっと浅い色かなっていう。うね、ここからまだもっと赤くなるんですね。はい、今、今赤いから、食べれるかなと思って、ちょっとピッて口に入れてみても。はいはい、渋い, <laughs> 渋い。で、それを鳥さんは知っているので、はいはい、で、これが真っ赤になって、もうちょっと膨らんでくると。うん 甘くなるんでしょうね。うれうれ売れ売れな状態になったら初めて甘いな。えー、そうなんですね。うん、でもグミっていうのはなんか他の季節でもよく聞きますよね。そうですね。春には、えー、あの春の縄白グミというグミがまた別の種類で、はい、ありますね。はい、もうちょっと長細いですけどね。で,でも春にえっ、ー、とできるので、もうそろそろ冬ぐらいから花がつくんですね。 なるほど、準備が始まってるんですね。じゃあ、春と秋という感じですか。はい、ま夏にも夏組ありますけども、まあ、いろいろ季節ごとに、いろいろありますね。これ以外は、どうでしょうか、どんな様子でしょうね。私はね、やっぱお勧めしたいのは、あけび。あけび。あけび、紫色だったり、ちょっと茶色っぽいものもありますけど。もう、昨日、ね、やっぱ、歩いてる目線よりも、少し上の方。 する植物がプラーンと、<ー>はい、プラーンと垂らす垂れ下がった、えー、割と大きい大きいですよね。十、うん、センチ以上あるかな。マンゴーの一回り小さいぐらいでしょうかね。それぐらいですかね。えー、ありますよね。それぐらいのものがプラーン。 とぶら下ががって存在感がありますね、えーはい、それがパカッと開くと中に白くて、えー、綿のような感じが、はい、綿のような空間に種がたくさん入っているんですけど、えー、それを包み込む白いものが甘くて、えーえー、ちょっと食べたり。 しますけどこっそり <laughs> <laughs> 私はケビはまだねあのそういうふうにこうパカッと割れた状態を見たことはありますけど食べたことはないんですけどやっぱり秋の美味しい。美味しいですね。えー これはどういうところによくこうなるんですか。やはりツる植物が多いのが、うん、林の一番<え>なんて言いますか道側。あ日の当たり側。はい、林園って言ったりしますけれども。縁ですね。す林の縁のあたりに、はい、あの道の道沿いとかに。 見ることがあるかもしれません。うん、あ,あ、そうなんですね。そういえば、私も見たのは駐車場に車を。空基地のようなところに止めて、うんうん、あのお店に行こうとした時に。向こうからは雑木林、向こう側には雑木林があるっていう境目に。見たので、うんはい、日がよく当たるちょうど、林の淵、はい、林園、はい。林園に多いような気がします、ね。そうですか。じゃ、これを見つけることもできそうですか。か、はい、この前、公園で。歩いたら十。 これ以上は見つけました。そうですか。今ちょうど秋な、ねはい、ちょっと遅いかもしれませんね。もう食べられた後でした、ね。鳥さんにはい。あ,あ、そうですか。お写真撮るにはいい風景が、ね、で、ね、あれかもしれないですね。はい、鳥さんなどはいかがですか。はい、その食べていく、はい。鳥もやっぱりどんどんあのいろんな鳥さん。えー、木が あの葉っぱを落とし始めると、よく見えてきますけど。うんね、はい、私は、あのー、お勧すすめしたいのが、カケスという鳥が。カラスの仲間になるんですけども。はい、カラスより一回り小さいぐらいですかね。はい、の。どんぐりを食べるんです。あ、そうなんですね。な、うんだか、どんぐりがたくさん落ちているところを歩いていると、たまに。えー こう追番んでいる姿が見られます。じゃあ一回りぐらい小さい色は色は全体的に茶色だったり灰色だったりするあまり色味がないんですけれども、はい、羽の縁縁な縁かな羽の一部がものすごく綺麗な青色がシュッと入っています。えー、あ、おしゃれですね。すごくおしゃれです。<laughs> <ー>はい。じゃあ,あの普通にこう歩いてる姿は割と地味めですけども。うん地味です 飛んだりすると、<う>その青いの色がシャッと、<ー>とてもとても綺麗なそです,、はい、色ですそれは下から見上げても見えるんですか。下から見上げても見えるかな。あんあまりね、ええ、どこにでもこう会える。 タイプよりは少し珍しいかもしれませんね。んはい、山に多いですね。<ー>町ではあまり見ませんね。やはり木々がたくさんあるところ。はい、奥井さんがこの架け足をおすすめっていうの、この姿が綺麗だからよかったら見てほしいそ,そ,それともう一つは鳴、はい、き声がなんとも、ええ、なんともか可愛くなくて。<laughs> <laughs> 可愛くないですか。くく印象に残りますか、はい。可愛くなくて可愛い。可愛くないか。余計に可愛いと。いいじゃあじゃあ <laughs> じゃあじゃあと。 あ、そうなんですね声、うん、を枯らした感じでじゃあじゃあ、えー、じゃあじゃあと<ー>鳴きますでももしかしたら今の泣き真似で、うん、ああ聞いたことあるって思われる方いらっしゃるかもしれませんね、うんはい、ぜひじゃあじゃあと聞こえたらキョロキョロと鳴らしていただけたらと思います <laughs> はいわかりましたそしてもしかしたら運が良ければ、うん、どんぐりを追盤で歩いてるところを見られるかもしれない小鳥さんを見るのは 朝がいいんですか夕方がいいんですかあでもかけすに関して言うと、うん、私はいつも朝見てますねそうですかううあるかもしれませんねんリズムがあじゃあよくあの言いますけども、うん、早起きは三本の徳で、うん、もしかしたらちょっと肌寒くなってきましたけども朝のお散歩お出かけになったらちょっと様子をねご覧いただきたいと思います、はい、もう見つけてらっしゃる方あるかもしれませんねそうですね ありがとうございます。有馬富士の生き物の情報をまずはご紹介いただきました。そして今日の本題です。どんなお話を聞かせていただけますか。はい。本日ご紹介したいのが秋の企画、はい、木の実文化祭という企画をあのやっています。いつもネーミングがね可愛らしくてすごくこう興味をねそそられます。中身もご紹介ください。はい、えー。先ほど紹介した木の実に加え、はい、どんぐり などもあさまざま<あ>な木の実を楽しむイベントまた展示を用意しています。はい、開館中でしたらいつでも遊べる毎日去年もやってたんですけども、はい、お休みの日にイベントが多いんですけど、えー、平日に小さいお子様とかが遊びに来てくださった時にも、はい、いつでもどんぐりで遊んでいただけるように設置しています。えー、そうですか、はいはい、分かりましたあと えー、塗り絵コーナー。ナ、はい、塗り絵がねやっぱり小さいお子様塗り絵がお好きなんですけどちょっと力を入れてみようと思ってまして、はい、塗り絵の部屋で新しいいろんな木の実のキャラクターや木の実の塗り絵が楽しめるようになりました。えー、あそうなんですね。あととは、えー、美味しいいしか。えー 綺麗な色の木の実とかいろんな木の実を紹介するコーナーも作っているますので、えーはい、またご覧いただけたらと思いますはい分かりましたあの小さいものってお子さんほんと好きですねそうですね,ねであの夏だったかな夏は虫さんが割とね、うん、次々とご紹介いただきましたけどちょっと虫さんが苦手だったという方はもうこの木の実はどなたもきっとお好きだと思います ねぜひお出かけいただきたいと思います。じゃ、はい、まずは毎日、えー、どんぐりはいこれがいつでも月火水木あ、はい、お休みが何曜日でしたかしらごめんなさいうちのお休み月曜日ですね月曜日そうしたか水木金土日と、はい、いつでもどうぞということですね、はい、ありがとうございますえー、そしてイベントもいろいろありますから一部ご紹介いただけますかはい今週末ですね、はいえー、10月20日土曜日 また二十一日日曜日に有馬富士公園で秋の大きなイベントとなります、はい、有馬富士フェスティバルが開催されます。はい、私たちもそこに参加をしていまして、四から五ブースですかね。えー、いろいろなイベントをご用意しています、はい。どんなものでしょうか。はい、ご紹介ください、えー。タイトルだけご紹介しますと、はいはい、山のペンダント屋さん。うん、はい。 で、れ楽しいです。いろんなパーツを自分で組み合わせて、ええ、山のペンダントを作るものになります。はい、また、どんぐりクッキーを作ろう。こちらは事前申し込みになってますね。はい、もう締め切ってます、ねあ。これは残念ながら、はい、あそうですか。はい、はい、で、吉 p 山の木工教室、はい、どんぐりボディステッカー。はい、このどんぐりボディーステッカーは実は木の実。 キャラクターも今回ご用意してますので、ええ、無料であの体にペトって貼れる、ええ、あのタトゥーみたいな感じのステッカーですね。はい、でそれは小さいお子さんでも大丈夫なステッカーですか。はい。はい、あと楽しい紙芝居。 ムシムシ塗り絵屋さんなどもあのご用意してますので、二十、うん、日と二十一日遊びに来ていただけたらと思います。はい、場所はどのあたりでされるんですか？いろいろもうあの館内のいろんなところでやってますので、はいえー、もう。 お祭り騒ぎの公園を抜けてうちの館の周りとかうちの館の中に来ていただきましたらいろいろ体験もするものがありますので、うん、<laughs> はい分かりましたぜひ皆さん今週の土曜日日曜日お出かけください、はい、その他ははいいかがでしょう、はい、先ほど、えー、企画あの木の実文化祭をご紹介しましたけれども、はいえー、文化祭があれば、うん、運動会も <laughs>、ね、ありますね、はい もう一つがどんぐり運動会という大きなイベント大きかな、はい、大きいかなあの開催します、はい、こちらが11月のすべての土日祝それが、えー、有馬富士公園休養ゾーンというところで開かれます、はい、休養ゾーンはあのパークセンターとかキッピー山のラボとかあの遊びの国がある場所から少し離れて、はい 矯正センターや風のミュージアムの、はい。そうですね。シングススムさんのね、はい、広々としたいいところですよね。はい、そ,その大きな芝生のところで、いろいろなどんぐり遊びを楽しんでいただけるようにご用意します。はい、楽しそうですね。どんなものがありますか。はい、どんぐり玉入れ。はい、あとどんぐり運び競争。どんぐり運び競争。もう一つが、スーパードングリコロコロ。スーパードングリコロコロ。 何かよくわからないと思いますけれども <laughs> でも名前でなんとなくイメージはできますね走るのはどんぐりですけどね<あ> <laughs> なるほど、<laughs> どんぐりな、ね、はい、どんぐりが二十五メートル駆け抜ける。すごい。スーパードングリコロコロというものをご用意して、<laughs> あの形を想像すると思い通りには転びませんね。ねそうですね、いろんな面白い動きをすると思います。本当ですね。はい、そんな、あのどんぐり運動会を十一月すべての土日祝で。<laughs> 12時から15時開催しますので、はい、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います、はい、今ご紹介いただいたどんぐり運動会は特に申し込んで何かするというものはないですか全<く>当日はい、全くありません<あ>どんぐりの気分だけ<ゃ> <laughs> どんぐりで遊びたいっていう気分だけお持ちいただければ、えー、はい、わかりました、えー、今回も楽しいイベントそして 気軽に楽しめるもの木の実を使って楽しく遊べるもの小さいお子さんからこれは大人の方も楽しいですね楽しいと思いますね。あのぜひ皆さんお出かけくださいでもその他にもいろいろありますえー、どういうところを見ればわかりますでしょうかあ、えー、キッピー山のラボの、えー、季節の自然を楽しむイベントものづくりを楽しむイベントはキッピー山のラボのキッピー山のラボホームページ またはフェイスブック広報誌のびゆくサンダにも掲載しています。はいはい、気になるイベントが見つかりましたらぜひご参加ください。はい、あのスタジオ前にも木の実文化祭。 それからえっ、ー、と今日はちょっと一部しかお持ちいただいてないんですけどどんぐり運動会この冊子も可愛らしいものスタジオ前にあの置いてありますのでぜひお持ち帰りいただいて皆さんのお出かけスポットにマークをつけてお楽しみいただきたいと思います今日はキッピン山のラボからコミュニケーターの奥井さん来てくださいましたどうもありがとうございましたありがとうございましたこの時間はキッピン山のラボとっておきつよしくん情報をお送りしました 有馬富士公園の驚き発見いっぱいの自然情報、そして切ピン山のラボでできるとっておきの体験情報などお届けしてまいりました。次は十一月二十一日の水曜日午後三時十分からお送りします。次回もぜひお聞きください。